皆さんこんにちは、二丸さんです。今日は前回エアタグの検証をして、エアタグがある場所の検知なんですけども、動いてる時はあまり検知できなくて止まったとこで検知する傾向にあったのが分かったんで、今回は、例えば自転車盗まれた時に、盗んだ犯人が、その後コンビニによる可能性っていうのが非常に高いと思いますんで、コンビニに泊まった時に確実に、エアタグの場所を検知できるか。で、コンビニの場合はやっぱり防犯カメラがあるんで、その検知した時間が分かれば、防犯カメラを見ればそこに犯人が映ってるはずなんで、それと合わせて警察が動いてくれれば犯人が捕まるかなっていうことで、コンビニにエアタグの入った自転車を止めた時に、あるいは、盗まれた自転車を積んだ車がコンビニに止まった時にエアタグを検知できるかっていう検証をしていきたいと思います。方法は簡単で、コンビニをいくつか自転車で今回ってきます。エアタグの入った自転車で、コンビニで、2分間停車します。買い物とかすると2分以上かかると思うので、2分間停車して、それで次のコンビニ行きます。それでエアタグが、記録されるかどうかを検証していきたいと思います。今10時12分です。2軒目のローソンに来てます。2分経ったので次のコンビニに行きたいと思います。3軒目のコンビニに来ました。ローソンですね。10時16分です。
4軒目のコンビニに来ました。ファミマですね。セブンイレブンに来ました。10時25分です。
7軒目のコンビニセブンイレブンに着きました。38分なので次行きます。次8軒目のコンビニファミリーマートです。43分だったので次行きます。コンビニセブンイレブンに着きました。
10時45分です。次は10軒目のコンビニ、ミニストップですね。
セブンイレブンです。10時54分です。10時58分。11時になったので行きます。
4軒目かな、14軒目ファミリーマート到着。ここはお客さんがいないんで難しいかもしれないです。10時6分です。10時8分次行きます。検知する精度はどのぐらいでしょうか。